それでは、線形代数1、パラメータ表示と飛躍階段行列。えー、連立一時方程式を解くというのを、拡大係数行列を使って考えるわけですが、その最終段階の説明に行きたいと思います。まず、パラメータ表示ですね。まあ、方程式、連立一時方程式は、あ一般に一つの解ではなくて、えー、不定解ですね。 無限の解を持つわけですがそれをパラメータで表示するというのが一般的なわけですね。でその方法について解説していきます。まず最初は1つの方程式ですね。例えば平面の方程式は一次方程式だったわけですがこれはパラメータ表示として2つのパラメータを使って平面のベクトルを表すということができたわけですね。 これを一般の一時方程式の解についてパラメータ表示を求めるという話として考えていくことにしましょう。すなわち問題として例えば一時方程式 x プラス y プラス z プラス w イコール1のパラメータ表示を求めようという問題を考えてみましょう。解はもちろん不定なわけですが、いずれかの変数ですね。例えば w。これを p。 というパラメータに固定するパラメータは動くわけですがパラメータを与えるとそれによって1つの値が決まるという意味で固定すると表現しますが変数 w を p と与えることによって方程式は x y z 1 p となりますすなわち3変数の方程式に変わるわけですね変数が1つ減ります ただし、まだ依然として不定なので、さらに z イコール9と置きます。そうすると、x プラス y イコール1マイナス p マイナス9となって、変数がさらに1つ減るわけですね。しかしながら依然として不定なので、y イコール r と置くと、ここで初めて、x が1マイナス p マイナス q マイナス r と確定するわけです。 すなわちピーク r を与えることによって xyzw が定まるという状況になります。このように確定するまで変数にパラメータを設定していく変数をパラメータに置くという操作をするわけですね。したがって1つの方程式の場合はパラメータのの数数数は変数の数 -1 となります。今の場合4変数でしたからパラメータは3つだったわけですね。 ここでパラメータに置く変数は x から置いてもよかったわけですが、ここでは後ろから置くと約束することにしましょう。